MLB ロサンゼルスドジャースは現地10月29日、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズ第4戦に4対11で敗北した。1回裏にはファウルゾーンへの打球をフェンス際でムーキー・ベッツがキャッチしようとした際に、グラブともう一方の手をヤンキースファンが掴んで捕球を妨害するという驚きの一幕も。その件をめぐっては試合後もメディアを中心に批判の声が集まっている。動画 ベッツを妨害したファンの蛮行そんな中当該ファンに取材を行った米大手スポーツメディア ESPN の記者が自身の X で以下のような文言と当該ファンがヤンキースファンと見られる人物4人で肩を組んで笑顔を見せている画像を投稿したムーキーを妨害したファンを紹介しよう地元のバーで彼と話していると他のファンたちが一緒に写真を撮ったりサインをもらったりするよう頼んできた 彼は素晴らしい人だった。ESPN でもうすぐ記事が掲載される。もし私たちのエリアにボールが入ってきたら私たちはディフェンスするつもりだ。番号に及んだファンを素晴らしい人と称したことについてファンからは暴行を帯びかしている。これは宣伝すべきではない。笑えないジョークだ。ESPN のスタッフがこの投稿をしたのか。はずべきだ。 と批判が殺到ラジオ番組 ESPNLA にも出演しているドジャース担当のブレイク・ハリス記者も当該ポストを引用し一体なぜ ESPN はこの男をヒーローのように扱っているのだろうかと疑問を呈した ESPN は愚行に及んだファンがシーズンチケットを保有しており球団から第5戦の観戦を許されたと主張していると報じたが 翌日にはヤンキースから正式に当該ファンの第五戦の観戦禁止が発表された。厳しい状況でフラストレーションが溜まるのは理解できるが、ファンの行き過ぎた行為は容認されるべきではないだろう。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。